皆さんこんにちは。365日ずっとネガティブモンスターなアスカです。今日はですね、玉ねぎを手が震えてる丸ごと使ってあるものを作りたいと思います。なんかデコ黒くね、レシピ見ながら、え、なんか影か、びっくりした。それでは早速やっていきます。まず玉ねぎを切らないで、ああ切っちゃった切り込みをこんぐらいかな、ああ切っちゃった難しい、入れていくみたいです。で、そしたら玉ねぎの中にチーズをはめ込んでいきます。どん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 交互だから、次どうだ。はい、次はベーコンって書いてあったんですけど、ベーコンがなかったんで代わりに魚肉ソーセージを挟んでいきます。てか待って、切り身すら切れてない。はい、なんとかこんな感じで無理やり入れました。次は、はい、昨日チョコスコーン使ったやつの余りのバターを上にのせ、電子レンジで6分加熱するそうです。また具材も上にのせましたスタート。あ、やっぱ崩れてましたね。最後に醤油を一かけがめっちゃかけてしまった。はい、じゃあ味見してみたいと思います。どんな味なんでしょうか。結構、あ、頭が切れて、結構食べちゃう。